アイドルメッセンソローおかげ丸です。今回も続き口だけ実況プレイやっていきたいと思います。さあ前回ですね、フードちゃんに、はしごを外されてしまいまして、ただ口だけがそこまで迫ってると、で一か八かっていう感じで穴に飛び込んでいろいろと、先へ進んできた感じですね。なんだかちょっとこの電子的な部分が見えてるけど、でここのなんていうのこのろうそくがあったりとかで、口だけが確かにいるんだけど、なんだかここでは動かないみたいなんだよね。でここが道を塞いでるんだけど、度が双方を考えようってことで今回は続けていきましょう。ひとまず上に行ってみよう。ちょっと暗いね、こっち。とりあえず明かりに沿って、あ、いるわ。こっち側は何もねえんだ。ああ右にもいるね。ああこっちも来るわ。危ない。あそこになんか機械があるな。こういうことか。へい、よしよし。あ待って、一回、あ待って、一回ちょっとアイテム、今はそうか、作業員の ID カードもあるんだね。スキルを持つ者のみが所持を許される。スキル、単純に技術ってことかな。そういう能力的なものじゃないよね多分ね。そういう世界じゃないと思うんだよな。よいしょ。あこれでここが開いたのか。よいしょ。おおお、あぶね、あぶね。前回から若干収録空いてるから結構ビクってきちゃったわ今。大丈夫かな。おお、あ王水、生き返った。王水ってなんだっけ、なんかすげえ何でも溶かすやつだっけ。あそうだよね、どんなものでも溶かす究極の液体、取り扱い注意。以前やった別のゲームにも出てきましたね。あ、これ今のうちか。あ、うー、あぶねえ。そう、やっぱりこれあれなんだね。円から、ぴゃって出、これでぴゃって出ちゃえば。わーい、わーい、わーい、わーい。円からぴゃって出ちゃえば、戻ってくれるんだけど、そんなことしてる暇はなかった。ん？あれ今、デッドエンドって文字出なかったけど。まあ、ちょっとしたバグかな。よし、行きましょう。今度はちゃんと行こう。ちょっと油断しすぎてたわ。喋りに集中すぎちゃった。よし。で、この辺に、ほら。よし、OK。で、お。あ、くしゃみ出そう。あ、すごいくしゃみ出そう。とりあえず実況する。くしゃみが出そう、今すごい。はい、戻ってきた。よし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 。OK。さあ。この口だけをちょっとかわいそうだけど、まあ、かわいそう、うん、まあ、かわいそうだけど、王水で、溶かしちゃおう。うわっ！口だけは溶けた。王水はなくなってしまった。よし、これで通れるわ。うっ！そこが反応するのか。これはまずいかも。右を走り抜けるのよ。オッケー。もうずーっと右を押す。うおお。大丈夫？大丈夫？大丈夫？すげえいろんな道をすっぽろかしてきてるけど。おお。とりあえずここ入ろう。ん？あ、逃げ切ったのか一応。なんかどんどん言ってる。こっちも言ってる。感がいっぱいあるね。大丈夫かよ。ここもだ。口だけかな。うわ違う。うおー、うそ。うるさいな、こっち。怖い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 。うわー、そうだよね。もうどここれ。あー、うそ。そっか。あマンホールか。うわぁ。あぁ。いやぁ、ちょっと最後のえぐくない？やっぱりあれ全部口だけだったのか、閉じ込められてたの。いや、もうくしゃみの我慢とさ、恐怖とさ、いろいろが今すごい入り混じった変な声でさ。あ、ちょ、ごめんなさい。一旦ちょっとくしゃみしてきていいですか？はい、すいません。ちょっといろいろとコンディション整えてきました。続けていきましょう。いや、なんとか逃げ切ったね、でも。外にも出れたし。脱出。できた。本当に死ぬかと思った。
さーて、あのクソガキをしばきに行こうっと、まあ、それは怒るよね。ああ、まだ来てる。あそこ大丈夫かよ、てか。あそこから出てこられたら、この街全域が包まれるんじゃ。あ、いた。あ、キャロン。遅かっただ。心配しただ。この人出なし。どうしたんだ?どうしたんだだ?なんで殴るんだ?とぼけるのもいい加減にしなさい。あんた、はしご外したでしょ。私を殺すつもりだったんでしょ。はしご?何のことだ?おら、知らないだ。違うのか?このクソガキ。あ、まさか?ああ、キャロン、お帰り。無事に帰ってきたみたいで安心したよ。フードなんて心配してずっと外で待ってたんだ。フードが、私を心配?本当だべ、信じてくれだ。オラ、キャロンをはめるようなことしてないだ。よくわからないが、お腹が空いたよ。食事にしよう。あ、そうか、俺たちっていうか、キャロンちゃんはそもそも、食料を取りに行ってたんだったな。もうすっかり忘れてたわ。なんだ?もう誰を信用していいかわからない。自分しか信用できないわ。そうだね、この4人のうちの誰かなのか、はたまたまた第三者が別にいるのか。キャロン、食料を取ってきてくれてありがとう。約束通り、君を仲間として認めよう。あ、結構豪華じゃない？結構豪華じゃない？なんでその人によってちょっとメニュー違うんだよ。今日はキャロンのウェルカムパーティーだ。盛大に食べてくれ。まあ、君が取ってきた食料なんだけど。ははは。月脱出できないジョークね。遭難者ジョークね。何てめえが当たり前のように仕切ってるんだ。リーダーは俺だろ、バダレットさん。じゃあバダレットが喋るかい？それじゃあ、いただきますだ。今日の飯はうまいな。そうだね。水を差すようで悪いんだけど、私が取ってきた食料食べても大丈夫なの？かなり古そうだけど。ここ、月の軍事、施設がゴーストタウンになったのは約100年前の話だ。つまり100年前の食べ物ってことだね。そんなの絶対にお腹壊すでしょ。食べ物って言っても軍事用の、非常食だ。状況存が、保管ができるようになってる。でも100年って。心配なら食べなくてもいいぞ。俺らが全部食うからな。食べるわよ。バクバク。結構豪快な食べっぷりだけど。キャロン、どうだべ?ん?大丈夫だべか?意外に美味しい。なんだその反応。料理漫画か。心配させるなだ。じゃあキャロンも仲間に加わったことだし、自己紹介しようよ。みんな簡単な自己紹介と月脱出計画における役割を言っていこうか。やっぱ役割分担はされてるんだね。いいね。じゃあリーダーのバダレットから。バダレットだ。宇宙海賊をやってる。宇宙海賊なんだ。宇宙海賊。そうだ、名前の通り宇宙にある財宝を盗む活動をしてる。なんか見た目通りの悪なんだね。海王星では指名手配されていた。それ私たちに言っていいの？問題ない。なぜならここを脱出するのは俺とリックだけだからな。お前らはここで死ぬ。バダレット、そういうこと言わない。あ、リックさんとはあれなのか、知り合いなのか。ふん。月脱出計画では脱出ポットを修理する役割を持ってる。脱出ポットの修理なんて誰でもできると思うなよ。100年前に作られた脱出ポットの修理なんてメカに明るい俺にしかできないだろう。メカに明るい。脱出ポットの修理部品さえあればすぐに修理してやる。以上だ。次の自己紹介は僕だね。僕の名前はリック。バダレットと同じ宇宙海賊のメンバーさ。あ、やっぱそんな感じなんだ。あら、あなたたち同じグループだったの？そうだよ、バダレットと一緒にこの月にとあるものを取りに来たら撃ち落とされちゃったわけさ。何を取りに来たの？それはね。リック、やめろ。ああ、ごめん。
月脱出計画における役割は情報提供だよ。この軍事施設はそれなりに詳しいから何でも聞いてくれていいよ。あ、そうなんだ。なんでこの軍事施設に詳しいの？おお、キャロンちゃん気になったところ全部聞いてくれんじゃん。さすが。もともとここで、海賊活動をするつもりだったから、ここの施設のことは、いろいろと調べてきたんだ。有能じゃん。ふん、次は僕だね。僕の名前はメルファー、生物学者さ。ああ、まあ学者さんっぽい格好はしてるよね。太陽系の生物の調査をしていたところ、撃ち落とされてここに来たわけだ。あんた生物学者なの？全然学者っぽくないわね。あれ、そう？よく言われるよ。まあ態度とかはそんな感じだね。月に口だけがいることを知ってたの？恥ずかしながら知らなかった。でも僕だけじゃない、世界中の生物学者も知らないと思う。あ、じゃあこの情報はいち早く持ち帰りたいわけだ。あんな恐ろしい生物なのに今まで存在が知られてなかったってこと？そういうことになるね。そんなことありえるのかしら。月はゴーストタウンとはいえ、ちょくちょく訪れる研究者はいたはずよ。みんなあれじゃないの、帰らぬ人となったんじゃないの、口だけのせいで。ま、今はそんなことはどうでもいいわね。月脱出計画の役割は何なの？生物学者の知見を生かして口だけ対策係とか？いや違う、脱出ボットの鍵のありかを知ってる。それが僕の役割さ。だから僕が死ぬと脱出ボットが起動できなくなる。こいつはひきょう者なんだ。最初に脱出ボットを、見つけた時に鍵を抜いてどっかに隠しよかった。ひきょう者なんて言い方はやめてくれよ。こうでもしなかったら真っ先にバダレットは僕を殺してたでしょ。僕だって生き残るのに必死なんだよ。まあとは言ったものの、多少の雑用であればやるよ。なるほど。さて、自己紹介は終わったかな？まだ俺がしてないだ。おっと、ごめんね、フード。忘れていたよ。絶対わざとだろ。俺の名前はフード。面白いことが大好きだ。だまただだって言ってる。なんとなく面白そうだから宇宙を飛んでたら撃ち落とされた。だ一番かわいそうじゃないそれ。目的もなく。月脱出計画の役割は食べ物を取ってくることだ。だ以上だ。だキャロン、全体に対して何か質問はあるかい？みんなが月脱出計画に対して、役割を持つことで存在意義を生み出して殺されないようにしている。でもこのやり方には決定的な、致命的な欠陥がある。それにみんな気づいていないのかしら。まあ今深掘りする話ではないわ。え、なんだろう。相手が完全に信頼できていれば成り立つってことかな。特にないわ。じゃあ最後、キャロン自己紹介よろしく。わかった。私はキャロンよ。大学で地球の研究をしているわ。地球が滅びた謎を解明するために地球へ向かっていたところ、月に、撃ち落とされたわけ。あ、大学は一応ネプチューン大学ね。ネプチューン。キャロンってネプチューン大学なんだ。頭いいんだね。あ、やっぱいいんだ。まあ、だから言ったんだね。ネプチューン大学ってなんだ？だ海洋星で一番難しい大学だよ。ネプチューンって海洋星って意味だっけ？まあ、ここでは大学の知識なんて何にも役に立たないかな。バダレットは大学受験に失敗してるもんね。うるせえ。そうなんだ。キャロン、君の月脱出計画における役割は潜入でいいかな。潜入。口だけもいる中で一番危険な役割なのは間違いない。でも逆になんか見つけた時にこっそり持ってられるよね。でも現時点で私が貢献できるのも潜入しかない。もし断ったら私の存在意義はなくなり、バダレットに殺されるだろう。悔しいけど引き受けるしかないわね。わかった。潜入、引き受けるわ。キャロンばっかりに危険なことをやらせるなんて、最低だよ。それなら僕もやるよ。いや、お前がやる必要ない。バタレット、でも。リク、大丈夫よ。私がやるわ。一応、私ここに来るまでに柵に入った口だけを全員殺してるから。口だけなんて怖くないわ。柵に入った口だけを殺した。だと。そうよ。10体くらいいたけど楽勝だったわ。
一体どうやって。手榴弾が落ちてたから、それで全員コッパみじんよ。気持ちよかったわ。ざまあ見ろよね。え、キャロン逃げて。え、おマジで殺してやる。ちょっと待ってよ、どういうことよ。お前が殺した口だけは俺の大切な部下たちだ。え、やっぱそういうことか。死ね。危ないわよ。バダレットやめるんだ。なんでだ。こいつは俺の大切な部下を殺したんだぞ。それがどうした。ああ、それが月脱出計画にどう関係ある。市場を挟むな。まずはここを脱出することを先決しよう。その後キャロンを殴るなり殺すなり好きにすればいい。畜生。口だけが部下ってどういうこと。口だけに頭を噛みちぎられた人間は口だけになるんだ。そういうことか。なんか明らかに人間っぽい形をしているなとは思ってたんだよね。やっぱそういうことなんだ。え、そんなバカな。だから最初にさ、一番初めてあの大きい方の体になったバージョンの口だけを見た時にさ、食いちぎられてたじゃん、みんな。あれも後々口だけになっちゃうってことなんだ。本当だよ、僕たち宇宙海賊はバダレットと僕だけじゃない。本当はもっとたくさんいたんだ。でもみんな口だけに頭を噛みちぎられて死んだ。そしてその後にその死体を柵の中に入れていたら全員が口だけになってたんだ。そんなことって。バダレットは海王星に戻った後に彼らを元に戻すつもりでいるらしい。そんな方法あるの。だからあんなに怒ったんだ。そうだったんだ。でも生きるか死ぬかの状況だ。キャロンは悪くない。気にしなくていいよ。それにあんな姿になって元に戻るとはとても思えなかったし。何にせよ僕たちの計画に変わりはない。明日は迎撃装置を止める、予定の日だね。おっと、それは重要なミッションだね。おそらくキャロンが行くことになるだろう。詳しい話は明日の朝に話す。今日はバダレットのことは忘れてぐっすり寝てくれ。割り切ってんな。わかったわ。バダレットのことは忘れてと言ってもこのままだといつあいつに殺されるかわからないわね。確かに。寝る前に一応謝っておきましょう。謝ったら逆にあれじゃない、木に油じゃない。ちょっとでもなんかそれによって罪悪感が生まれてしまったな。仲間だったのか。まあそうだよね。そうね、ありがとう。いや危ないと思うけどな、絶対危ないと思うけどな。俺は一回セーブしよう。ちょ、また鼻水がちょっと出てきたんで一旦鼻水噛みます。はい、すいません、戻ってきました。続きやっていきましょう。いやもう冬になって鼻がすごい垂れるわ。さあ、おそらくバダレットは外にいると思うんだけど、この感じは、あ、いた。あ、柵の方に向かったのか。あ、あそこのあれか、マンホールか。とりあえずちょっと後をついてってみようか。バダレット、ごめんなさい。あなたの大切な部下を殺してしまって悪かったと思ってるわ。もちろん自分の部下を殺した女のことを簡単に許すことはできない。それは分かってる。分かってるけど、月脱出計画を完遂するためにも、あなたといい関係を築きたい。だから、許してほしいの。償いのためなら何でもするわ。キャロ、わざわざこんなところまで来て。
俺をバカにして楽しいか。え、いた。こいつらは元の姿に戻れる可能性はあった。それなのにその可能性を潰されて、部下を10人も殺されて、許してくださいとか舐めてるのか。やめて。何があろうと俺はお前を許さない。絶対にだ。月を脱出できる条件が整ったら俺はお前を殺してやる。こいつらと同じこの場所で葬ってやる。バダレット、調子に乗るのもいい加減にして。元の姿に戻れる可能性、そんなの 0% に決まってるでしょ。なんでそんなことわかるんだ。わかるわよ。あなたの部下たちは口だけに頭を噛みつぶされてる。人間の思考や感情を司る頭を潰されて元の姿に戻れると思う？あなたが傷つくと思ってあえて言わなかったけど、口だけへの変化は不可逆的なものなのよ。少し考えればわかることでしょ。部下を失ったことは同情するけど、こんな状況下で感情に流されているようじゃリーダー失格よ。うるせえ。お前に何がわかる。絶対に殺してやるからな。あとそれ、さっきから殺す殺すって、殺すことが自分だけの権利だと思ってない？私にもあんたを殺す権利はあるのよ。あんたが脱出ポットを修理したら最後の言葉を言う前に殺してやるわ。それじゃあおやすみなさい。結果的に関係最悪になってるじゃん。あの男と仲良くするなんて無理だわ。私のこと殴りやがって、絶対に許さないんだから。いやもう関係がもう悪化に悪化もいいとこじゃないの。どうすんのよあれ。とりあえずセーブしよう。でもバダレットの気持ちもわかるけどね、しょうがないよなこれは。さてどうしようかな。今回は一旦この辺で動画区切りましょうか。時間もいい感じなので。いや待って、もうちょっとやろう、もうちょっとだけやろう。さあこれはもう寝ていいのかな。あ、光ってる。疲れたから今日はもう寝ないと。なんか体力全回復しそうな音楽が流れた。みんなおはよう。昨日はぐっすり眠れたかな。今日はとても大切な日だ。月脱出計画の2つのミッションの片方、迎撃装置の停止を行う日だからね。それではリク、説明の詳しい、作戦の詳しい説明を任せた。了解。今日は我々をここに撃ち落とした迎撃装置の停止を行います。理由としては脱出ポットで脱出するときに再び撃ち落とされるという間抜けな、事故を防ぐためです。迎撃装置のコントロールはこのアジトを出て右側にある研究所で行われています。あ、そうなんだ。したがって研究所に潜入して迎撃装置を停止することがミッションです。以上です。ということだ。それ失礼。それではキャノン、お気をつけて。わかったわ。迎撃装置をコントロールしている機器は研究所内のどこにあるの？そこまではわからない。ただそんな重要な機器がある場所に簡単にアクセスできるとは考えにくいから、深部にあるんじゃないかな。了解。それじゃあ行ってくるわ。うん、ありがとう。口だけには気をつけてね。頑張るだ。フードちゃん癒しすぎない？ちょっと癒しだわあれ。よし、さあセーブして見に行ってみるか。出て右って言ってたけど、それはあれかな、おそらくゲーム的に右って感じだよね。ここかな、ここか。マークは病院だったけど、ん、ここかな。あ、でもなんかここっぽくない？ちょっといろいろ探索してみようか。入れたってことはここかな。あ、トイレだ。研究、いやでもなんか病院っぽいなこれ。別の場所かこれ。待って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 、ちょっとでも一応ちょっと探索しよう。あ、間違えて置いちゃった。バカバカバカ。こっち側は車椅子があるね。こっち、ん、違うね多分ね。多分違う。あ、なんかある。あ、オフィスの鍵手に入れた。え、
どうしようみんな。これどうだと思う？でも鍵使えるとこないな。オフィスの鍵は手に入れたけど。ん？ごめんみんな、ここ多分違うな。右とは言われたものの。あ、こっちか。あ、こっちっぽい。はず、あ、絶対こっちだわ。あ、絶対、あ、絶対これじゃん。研究所感、もう、丸出しじゃん。あ？で、そうでもないぞ。あ、いや、研究所だわ。絶対研究所だわ。あ、絶対研究所だよ、みんなこれ。絶対研究所だもの。ID 認証が必要です。あら。ん？お！リク！キャロン。めちゃめちゃビビるよね、それはね。あ、ごめん。びっくりさせちゃった？口だけかと思ったわ。鍵開けるの忘れてた。ID カードを僕が持ってたんだった。ID カード落とした。よかったよかったよかった。今までの ID カードじゃもう入れないんだな。これで入れるよ。ありがとう。どういたしまして。それじゃあ頑張って。ん？キャロン。何？これ、完全に、これ私事でいいかな？読み方。ま、仕事を、だから、言おうか迷ってたんだけど、いいよ、言って。僕たち宇宙海賊はもともと20人ほどいたんだけど、無事にアジトまでたどり着いたのは3人だったんだ。3人？僕とバダレットと、あと僕の兄貴、お兄さんもいたの。そうなんだ。でもあのヘタレ兄貴、こう言って出て行ったきり戻ってこないんだ。こんな危険なところにいられるか、俺一人で脱出する方法を探すってね。めちゃめちゃフラグ立ててどっか行ったな。みんなで協力すればいいのに、本当に情けない兄貴だよ。もし兄貴がいたら戻ってくるように言ってほしい。あんなヘタレ兄貴どうでもいいんだけど。嘘つけ、心配してんのやろ。直接怒らないと気が済まないからね。わかったわ。任せて。ありがとう。頼み事ばかりで本当にごめんね。それじゃあ頑張って。リック君いい子だね。リック君いい子だわ。あ、でけえ地球がある。カーペット、え、すげえ、でけえ地球のカーペットだ。すごい。え、なんか2個あるダイヤが。クリスタルが。これ両方セーブできんの？すごい。どっちのクリスタルでセーブしたい？つって。おお、来た！これ意味ある？この短い距離、このワープ意味ある？面白。あ、こっちもある。ミューン。どうしよう、どっから行こう。さあ、今度こそ、今回は一旦この辺で終わりにしよう。じゃあ、地球の真ん中で終わろうか。僕らのみてえだな。ということで、今回の動画はこの辺で皆さんご視聴ありがとうございました。面白かったら登録、評価、コメントとお願いします。さあ、ひとまずね、なんとかの地下施設みたいなところからは脱出することができまして、ただちょっと口だけさんがね、マンホールがガン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 ずっと音を立てているちょっと怖い状況なんですけれども、なんやかんやって今回は次回から研究室編ということでちょっと頑張っていこうかなと思います。ということで今回は5年で皆さんご視聴ありがとうございました。2回言っちゃったよ俺、これ癖なんだよな。コメントを言ってから終わりに入るか、終わりに入ってからコメント言うかね、毎回考えなきゃいけないね、ちゃんとね。うん、テンプレート化していかないと。ということで次回お会いしましょう。バイバイ、お楽しみに。